3. 持園から望む鳥見山と百合本城市街。百合本城市は秋田県南部に位置する日本海に面した市。日本海に面した市で小吉川の川口から3キロメートルほど遡った小吉川の南側を中心に市街地が広がる。また小吉川の河口には本城マリーナ海水浴場があり、海岸沿いに坂田街道が南北へ伸びている。地域の中央部は 丘陵地となっており、本城街道、矢島街道が内陸部に通じる。秋田県内で最大の市町村で、秋田県の10分の1、神奈川県の半分の面積があり、広大な面積の自治体である。百合本城地域の面積が広大なため天気予報も、百合本城沿岸、百合本城内陸と分けて行われている。1976年撮影の百合本城市。 中心部周辺の空中写真。小吉川川口より3キロほど内陸に入った小吉川南岸に旧本城市街地が形成されている。この画像の撮影時点には小吉川川口付近にある本城マリーナはまだ完成していない。1984年撮影の14枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。由利本城市は 日本海沿岸から長海山まで広がっているが、当然内陸、長海山に近い地域ほど豪雪地帯となる。沿岸の本城は積雪量が少ないが、1998年11月19日に93センチメートルの積雪を記録したことがある。百合本城市中心部は、出羽国が設置された発生域から交通の要衝として栄え、小吉川川口付近には、 では国府の出先機関である、ゆり作が置かれた。源の頼朝による欧州合戦の後は、ゆり氏が本領を安堵されていたが、和田合戦を機に、大石が地頭として入部し、大石の下月総道を連座による失脚後は、北条氏が地頭となり小早川氏が地頭代となったと考えられている。軍機物には、応仁の乱の頃に、 信濃国策地方から百合十二頭が配置されたとされており、以後彼らが地頭として百合地域に拡挙した。関ヶ原の戦いの後、百合地域は最上氏が治めることになり、その家臣、本城三つるが、現在の百合本城塩崎に本城城を築いたことによって、本格的な城下町としての機能を持つようになった。慶長18年頃、 本城光茂が本城城を築き10年間居城した。あと、元那八年もがみ市の開益によって退居した。その後一年間宇都宮城主、本田正澄が現天保されたが、この間に城は取り壊された。その後、本城城には日立国から六号氏が入部し、二万国の大名として本城藩を立藩。また、亀田には岩木氏が亀田城を築き、 二万国の亀田藩となった。さらに、矢島には、佐抜国高松藩の藩を主だった伊駒氏が、伊駒騒動により、一万国で違法され、ここに、由利地域は、本城、亀田、矢島の三藩による統治が行われることとなった。慶応四年、母親戦争が始まり、本城、亀田、矢島の三藩は、奥越列藩同盟に参加。しかし、朝廷側から、 幕府軍である、鶴岡藩の政党を命じられ、由利地域は、三藩と鶴岡藩との壮絶な戦いの場となり、やがて、配色が濃厚となった三藩の城下は、焼け野原と化した。史行政権、行政警察消防大学は北県立大学、本庄キャンパス高等学校1902年に、本庄中学校として創立した教学の進学校。ボート学校技となっている。 特別支援学校中学校小学校市内に本店を置く金融機関その他の市内所在の金融機関市内所在の株式中外市と郵便局かに郵便局放送局宇ご本庄駅高速道路地域高規格道路一般国道主要地報道一般県道道の駅町会山と名の花畑百合本場市文加工流館片荒れありがとうございます